皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、ハイスカトモと申します。本日はですね、私がもう一つ運営しておりますこの TikTok の方がですね、 100TikTok の動画をですねアップしたので、本日はですねこれについてご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、それですね、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今日はですね、私の TikTok の方なんですけども、動画がですね、毎日1本ね、夜の8時にアップしてるんですけども、なんだかんだ言ってね、100本を越しましたので、そうですね、1ヶ月が30日とすればもう3ヶ月と10日とか、そういう感じぐらいやっちゃったのかなっていう感じですね。これもね、1日も休んでおりません。1日休んでなくやって100本上げて、まだ72人のフォロワーかよと、いうふうなコメントがあるかもしれないんですけども、私の中ではね、全く気にしておりません。私の中でですね、一気に1万、2万のフォロワーに増やして、視聴回数で稼ぐっていうビジネスではないですから、私の中ではですね、一つの重要な若い世代の皆様への、私がやっているビジネスを知っていただくという一つのですね、動線としてやっておりますので、楽しみながらですね、実はこの TikTok の方もやっております。今日はね、TikTok のちょっと宣伝っぽくなってしまうんですけども、私の TikTok ではですね、別に踊っているわけではなくてですね、ビジネスをこれからやりたい若者とかの方々にですね、向けて主にマインドセットの話をしております。1回の動画だいたい1分ぐらいなんですけども、もうこれ100本上げてるってことですね。100分以上のですね、私の周りやってきたビジネスのエッセンスが入っておりますので、結構ね、見てもらうといろいろ参考になるところもあるかもしれませんし、私という人間がですね、どのようなことに気をつけながらビジネスで稼ぎ続けてきたのかというところがですね、分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。まあね、私はよくですね、こう継続をよくするというふうに言われてるんですけども、やっぱり私がよく継続しているものとしては、このメルマガをもう今13年目ぐらいかな、もうずっと毎日やってますし、メルマガブログとかっていうのはずっと毎日やってます。YouTube もですね、今430本ぐらいすでに上げてますから、1年と2ヶ月ちょいぐらいですね、ずっと毎日やっております。で、この TikTok もね、もう淡々と今、3ヶ月以上やっておりますけども、もう、ね、完全に TikTok も YouTube も自分の生活の一部になっておりますので、やることに関して全くもって苦になっておりません。で、あとはね、私生活では、私のインスタとかを見てもらったら分かると思うんですけども、週に4、5回ぐらいかな、運動してよく走ったりとかしてますけども、そういう健康管理という意味でですね、適度な運動というのをね、20年ぐらい続けております。そんな感じでですね、継続して積み重ねていくっていうことに関しては、結構僕はコミットして有言実行でやっているとは思っております。こういうふうにですね、だんだんと積み重ねていけば、だんだんとね、フォロワー数も伸びてきます。TikTok にしてもですね、ゼロから始めて72人の方々が主に若い人たちと思うんですけども、私のことを知っていただいて、フォローしてくださっている中にはね、ビジネスについて教えてくださいっていうね、メッセージをいただいたりとかもしてますし、だんだんとね、そういう感じで動線になっていっております。で、 YouTube の方もですね、もうすぐ1100人ぐらいのチャンネル登録者になってますし、やっぱりこう続けていくっていうのはね、絶対に効果があります。私は縦積みのビジネスというふうに考えてますので、全くもってね、焦りもないですし、コツコツとやっていくだけというところになっております。なのでですね、ぜひこの YouTube チャンネルに登録してくださっている方で、まだもし私のね、 TikTok をフォローしていただいてない方はですね、こちらの方も全く違うコンテンツでビジネスで稼ぐためのマインドについて日々話してますので、ぜひこちらの方もですね、登録してもらえればありがたいなというふうに思ってます。はい、私自身もですね、やっぱりもうインターネットでずっと稼ぎ続けておりますので、言っていることっていうのはですね、僕が今やってきていることがかなり詰まってます。はい、なのでぜひこちらの方もですね、フォローしていただければと思います。またこれからもですね、毎日やっていって、いつかね、 TikTok も1年間過ぎましたという感じの報告をね、またできるようにですね、こちらの方も日々頑張っていきたいなと思います。はい、それではですね、本日は私が TikTok の動画アップをね、100本達成したということについてですね、皆さんにシェアさせていただきました。もし本日の内容が良かったというふうに思っていただければ、ぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また Twitter の方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信しておりますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.